海外に比べるとあまりメタヒューマンで作成された日本人を見かけませんが、日本人も全く問題なく作成できますよといった感じの動画です。こちらのモデルはメタヒューマンクリエイターでベースモデルを作成、その後アンリアルエンジンに持って行き、 Z ブラシとフォトショップでモデルとテクスチャーを調整したものになります。残念ながらフェイシャルパターンはまだ置き換えに至っていません。ですが作ろうとする対象の人物がメタヒューマンのフェイシャルパターンに骨格や表情の作りが似ていれば意外と違和感はないかと思います。メッシュはシェイプのみの変更ですが、テクスチャーはレタッチし書き換えるとともに一部に高解像度化を施しています。次は TV 動画の音源に合わせて歌真似動画を作成したみたいなので、そちらが見られるみたいですよ。 TV 動画の始まりとぴったり合わせて再生すると歌っているように見えるみたい。ちょっと想像できないな。画面向かって左の女性の方に曲の一番だけ歌真似していただきます。どうぞお楽しみに。よろしければいいね、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それではお時間のある時にまた見に来てくださいね。じゃ、ほなね。